ハナートゥルーセ、どうも、一世です。ということで、皆さん、アベマで京スキは見てくれてますか ?9 月に入ってから始めてる、京スキの私服披露に活入れるシリーズの、今日は第3弾を撮っていこうと思います。これまで青い春編と夏空編と2つ紹介してきたんですけど、今回は、ついに、今シーズンのものに追いつきます。その名も、金木犀編です。金木犀っていつの季節の花なんやろ?金木犀は9月から10月の花らしいですね。まあちょうど9月放送なんで、てなわけで今回の動画は京スキメンバーの私服アパレル店員が辛口コメントしてみた第3弾まあ今回もね、金木犀編って言ってるんですけど、撮影は夏だったみたいで、私服は夏服になるんですけど、ただまあ秋に近かったのか、ちらほらと秋服っぽい格好をしてる子もいたので、秋につなげながらちょっと辛口にコメントしていきたいと思います。でまあね、今までの1段2段と全然辛口じゃないっていうのを周りに言われたんで、今回ちょっとシビアめにコメントしていこうかなと思ってるんで、炎上だけはなんとか避けたいですね。というわけで早速行ってみよう。はい、じゃあまず1人目はミライちゃん。ミライちゃんは前回の夏空編からの継続メンバーですね。僕の一押しのミライちゃんなんですけど、今回の旅では継続メンバーのフータくんとの恋の行方が注目されてますね。そんなミライちゃんの私服なんですけど、やっぱ今回も可愛いですね。ミライちゃんはもう秋色をしっかりと取り入れてて、レイヤードで白のシャツを着ているのかな?T シャツかな?着てるんですけど、これも5分丈ぐらいの長さなので、まぁ、ちょっと秋の準備をしつつっていう感じのファッションをしてますね。この色味めっちゃ可愛いですよね。オレンジというかブラウンというか、テラコッタっていうのが正解かな。ブラウンとかベージュとかとも相性いい、この色すごい可愛いですよね。これからの季節にやっぱりもってこいの色だと思うので、秋って考えるとめっちゃ可愛い。バッグを黒で締めてるのもまたいいですよね。ちょっと足元まである写真がなかったので、今回こういう写真なんですけど、ここだけ見てるとすごいまとまってておしゃれかなと思います。さすがミライちゃん。はい、じゃあ続いて、ルナちゃん。ルナちゃんは、アジサイ編、アジサイ編からの継続メンバーですね。まあ、たまに、京スキに出てくるギャル系の女の子やと思うんですけど、そんなルナちゃんの私服は、オールインワンかな。全身ちょっと、深めのブルーの上下で着てるんですけど、どうなんやろ。おしゃれかおしゃれじゃないとかじゃなくて、なんか、自分にすごい合った服着てますよね。僕ちょっとギャルがダメなんで、こういう格好苦手なんですけど、まあなんか海に行く時とか、ちょっと露出多めで着たい時とかこういう格好いいんじゃないですか。腕もめっちゃ見えるし、鎖骨もめちゃめちゃ見せててセクシーだし、そういう勝負の日はすごいいいんかなとは思います。僕は苦手です。まあなんかもう一色ぐらいね、足してあげてもよかったのかなっていう。全体的に見ても髪色も暗めなんで、コーディネートがこのブルーだけの単調になっちゃってるんで、足元が映ってないんで何とも言えないですけど、靴かバッグで近い色を足してあげてもいいんじゃないかなとか思います。はい、じゃあ続いて3人目は、龍河くん。龍河くんは今回新規で登場したメンバーです。龍河くんね、めっちゃイケメンなんですよ。背も高いし、スタイルもいいし、イケメンだし、まあでもちょっとね、人見知りなのかあんまり喋らん子なんですけど、龍河くんの私服はもうゴリゴリの大学生みたい。なんかこういうファッションのこと全員大学生って言っちゃってるけど、前回から。いそうですよね、こういう人。ウェアとかも上位9位ぐらいまで占めてるタイプの格好ですよね、これ。ゲンジさんとかケイくんとか、そのあたりの人がよくやる夏の格好というか、黒スキニーに白 T にカラーのシャツを羽織るっていう。あるあるですよ、この方では。これに関しては大学だったらモテるんじゃないですかね。大学、高校、大学とかは。そういうのモテそうですよね。まあ色も、その羽織るシャツの色が、トレンドのパステルカラーを使ってるので、しっかりと流行も抑えつつ、まあ無難なファッションかなと思います。まあ顔がいいんでね、留学。無難な格好しようモテますよ。これは持ってるもんですね。ずるいわ。はい、じゃあ4人目は、レイヤちゃん。この子も今回初登場です。レイヤちゃんめっちゃ短いパンツ履いてきて、これめちゃめちゃ意外でしたよね。見てる人多分分かってくれると思うんですけども、レイヤちゃんってなんかちょっとお嬢様感めっちゃ強かったんですよ。ちょっとかめっちゃかどっちやねんって感じやけど、まあ、なんか見た目とかもすっげーお嬢様感になったんですけど、この私服だけ見たらお嬢様感ゼロですよね。どっちかというとクラブとかにいそう。レイヤちゃんもルナちゃんみたいに上下で同じ色のものを着てるので、これもオールインワンなのかセットアップなのかちょっとわからないですけど、腕のところにね、このボリューム出すのってレディース結構流行ってるとは思うんですけど、どうですかね、これ可愛い。まあ可愛いっちゃ可愛いんですけど、これやるときって下長めのスカートとかの方がいいんじゃないですかね。
なんか上にボリューム持ってきすぎて、下こんなショーツ履いちゃうと、いやレイヤちゃん足も長いから全体的にバランスちょっとガンダムみたいになっちゃってるような、まあ足も綺麗でね、すごく長いんで見せたいのはわかるんですけど、それだったらトップスも全然変えちゃってショーツメインでコーデ組んであげてもよかったのかなと。前髪上げてきたから、最初出てきた時綾乃ちゃんと、後から出てくるんですけど綾乃ちゃんっていうことをめっちゃ間違えてましたね。登場シーン一番意外だった子ですね、この子は。はい、じゃあ続いて5人目はケイシ君。さあケイシ君は前回も出てきました、おなじみのイカ天系ヤサオですね。ケイシ君ね、今回の旅に来てからなぜか急にかっこよくなって、まあ前回もかっこよかったんですけど、なんか全体的に男らしさ増しましたよね。そんなケイシ君のコーデは、まあめっちゃシンプルですね。前回もかなりシンプルだったんですけど、パンツの色が変わったのと T シャツのサイズ感がちょっと大きめになりましたね。トレンドを意識したメンズのオーバーサイズの白 T に、パンツはカーゴパンツかな、カーゴパンツかイージーパンツかちょっとわからないですけど、黒のちょっとゆったりめのパンツを合わせて、前回のパッツパツの超ガテン系ファッションから一変って感じですね。こういうファッションもケイシ君似合いますよね。僕がちょっとこういう系のファッション好きなんで、ストリートというかミリタリーストリートみたいなファッションがすごく好きなので、今回ケイシ君のファッションめっちゃ推しです。いや、いいですよね。色もね、ホワイトにブラックだけでモノトーンで組んでるので、まあここは無難かなっていう感じなんですけど、ちょっとこれも足元の写真がないので何とも言えないんですけど、ここにちょっと色の入ったスニーカーとか合わせてあげるだけでもう一気にオシャレになるんじゃないかなって思います。いや、今回ケイシ君めっちゃいいな。はい、じゃあ続いて6番目はリノちゃん。さてリノちゃんといえば、青い春編に出てたリノちゃんです。サマブリの復活です。まあ、青い春編の時のバリバリモテモテのリノちゃんだったんで、今回の旅の出演者たちもみんなやっぱりリノちゃんのことは知ってたみたいで、男子陣はリノちゃん来た瞬間とね、目が丸くなってたんですけど、そんなリノちゃんの今回のコーデは結構シンプルですよね。前回、まあ春だったからっていうのはあるんですけど、ジャケット羽織ったりとかめっちゃかっこいい系だったんですけど、今回は白 T にイエローのパンツで合わせて、白のスニーカーで締めるっていう。でもめっちゃオシャレですよね。全体的にホワイトベースでパンツにイエローを刺すっていう、まあ、パンツの面積もタックインでちょっと広めにしてあるので、黄色の主張しながら他の色と邪魔してないっていう、シンプルかつオシャレなコーデなんじゃないかなと思います。しかもこのイエローもめっちゃ発色良くて可愛いですよね。こういうトップスシンプルめでパンツにカラフルな色を持ってくるっていうコーデ、これから結構流行りそうですよね。まあ、簡単かつオシャレなんで、そういうのって大体トレンドという、トレンドじゃないけど流行る傾向にあるような気がしますね。リノちゃんのコーデすごい真似しやすいと思うんで、ぜひ真似してみてください。はい、ということで7番目は綾乃ちゃん。綾乃ちゃんも今回初登場です。さっきレイヤちゃんの時に僕が間違えたって言ってた子なんですけど、綾乃ちゃんはワンピース、このチェックのワンピースなんかかっこいいですよね。綾乃ちゃんちょっと子供っぽい感じの印象だったんで、この私服で出てきた時大人っぽいなって思いました。それのサイズ感も結構アームホール広めで作ってて、上半身にボリューム持たせながら、スカートの丈が膝上ぐらいっていう。まあ、さっきのレイヤちゃんと違って、まあスカートでそこまで短くないっていうところで、まあ全体的に綺麗なバランスが取れてるコーデだと思います。で、おそらくちょっと影になって見えにくいんですけど、襟が大きめになってるのかな？このワンピースは。そういうディティールも面白いですね、この服。で、足元はローファーに白ソックスで全体的にモノトーンで押さえてますね。あ、バックも白。しかも綾乃ちゃんすごい肌白いんで、これでリップちょっと赤みのとか塗って、そこのワンポイントがさらに生きてきたりとかするんで、めっちゃいいですよね。すごく可愛いと思います。さて8番目はケンシンくん。さあこの子も今回初登場。ケンシンくんは全面プリントの黒 T に黒スキニーに、ホワイトのスニーカーと、まあ超シンプルなコーデで無難っちゃ無難な感じはします。全面プリントも後ろ向いてる人、女の人かなが描かれてて、ちょっとそこに色が取り入れられてるんで、コーデは全体的にまとまった感じにはなるんですけど、どうなんですかね。マッシュの男の子がパツパツの服着るのって僕あんまり好きじゃないんですよ。というのも、かっこよくなくないですか？マッシュの人って結構ふんわりした柔らかいイメージがあるのに、そこにちょっといかつい系の人がやるパツパツの服合わせるっていうコーデなんで、ケンシン君に合ってないかなっていう気はしますね。これもっとトップスのT シャツも大きめで、パンツもスラックスとかにしてあげるだけで、一気にケンシン君に合うコーデになったんじゃないかなと。やっぱファッションってサイズ感大事ですよね。足元もそうなってくると、スニーカーでも主張を抑えたスニーカーの方が、あまり白の面積大きくないスニーカーとかの方が合うかなっていう感じもします。
さて、じゃあラスト、ふうたくん。やっと出てきましたね、ふうたくん。未来ちゃんから始まり、ふうたくんで終わるっていう。まあなんか、運命的な順番になってるんですけど、ふうたくんのファッションめっちゃオシャレじゃないですか。前回のソックスイン男とは思えないぐらい、急激な成長を遂げてるふうたくんなんですけど、めっちゃかっこよくない？やばいですよ、これは。ちょうどさっき、ケンシン君のところで言った、マッシュはオーバーサイズっていう、ちょっとゆったりめの服っていうところを、もう体現してますよね。しかも色が全体的に明るめのトーンで統一されてて、トップスはブルーっていう。まあ撮影が夏だったってのもあって、夏にすごく合った色も選びつつ、今年メンズでトレンドになってるホワイトのパンツ、まあ、それもちょっと大きめのサイズ でタックインの位置もめっちゃバランスいい位置でタックインしてるんで、スタイルがかなりよく見えますね。大きめの服着るとスタイル悪く見えるっていうイメージを持つ方が多いんですけど、色の合わせ方であったりタックインの位置であったりで全然こういう感じでスタイルはよく見えますね。で、そこにグレーのスニーカーを持ってきて、そこまで主張強くないものを合わせるっていう。で、バックでちょっと暗めのトーンを持ってきて、コーデのアクセントにしてるっていうところもね。いやー、めっちゃかっこいいわ、ふうたくん。いいね。ケンシンくんも良かったんですけど、ふうたくんも今回めっちゃかっこよかったかなと思います。結構僕の YouTube 見てくれてる人とか、こういうコーデ好きな人多いんじゃないですか。僕も好きです、これ。いや、ふうたくん大成長ですね。いや、これからのふうたくんの活躍が楽しみですね。はい、どうでしたか？今回は、ちょうど今やってる金木星編の主役見ていったんですけど、今までに比べて結構ガツガツ言ったんじゃないでしょうか。継続メンバーが多かったんで、新鮮な格好をしてる人が3つ出てくるっていう回ではなかったんですけど、今まで出てきたメンバーの主役の成長が見れたりとか、季節が変わって前回と違うコーデをしてる子が出てきたりっていう、同じ人が出てきても結構楽しめますよね、この主役以上。ということで、これからも新しいシーズンが始まるたびに、このシリーズを続けていこうかなと思います。で、今まで挙げた分で、ハワイ編の私服披露について見たいっていうコメントをいただいたんで、次のシーズン始まるまでにハワイ編見れたら見て、その動画も撮っていこうかなと思います。そんな感じで皆さんぜひコメント欄にコメントくだされば動画にしていこうと思うんで、ぜひ気軽にコメントください。はい、ということで今回の動画少しでもいいなと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。またインスタはほぼ毎日活動してますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。